今回はしきちゃんにとって大事な試験だから私たちも気合い入れないとね。そうだね、今回の私は一味違うよ。それは頼もしいわね。でも、まだ内容とかは聞いてないから何をしたらいいか全然わからないんだけどね。それもそうね。それじゃあ、そろそろ進学試験の場所まで行きましょう。進学試験駅、初めての進学試験駅、お忘れ物には注意してくださいね。はーい。え、何やってるの？私、せっかちゃんが一人突っ込みしている間に到着しちゃったよ。うん、ドキドキするけど、大丈夫だよ。と言っても試験を受けるのはしきちゃんなんだけどね。前回言ってたステータスだね。お願いします。任せて、私が全力で応援するからね。カット、バヘイ、シー、キー。わかったから、せめて試験中にやってあげようね。とうとう進学試験が始まるわよ。しきちゃん頑張ってね。私たちの応援の説明だね。せっかちゃん、任せたよ。さっきまでの勢いはどうした？私は応援団長として精一杯応援するよ。わかったわ。とりあえず私たちは頑張ってしきちゃんのサポートするわよ。じゃじゃあ、それじゃあ、始めるわよ。これより、進学試験を開始する。最初は根性の試験よ。頑張れ、頑張れ。どうぞ。しきちゃん、私の最初の応援よ。しきちゃん、大丈夫だ。根性、根性。2回目。応援の言葉が IC カードってどうなの？知らないわよ。お前が IC カードなんだから。全部、3回目。え、応援の言葉が変える点数セットじゃん。センス。後で覚えてなさいよ、大川。へへん、忘れるもんね。それより見てよ、しきちゃんの表情に余裕が出てきたよ。根性の試験が終わって次は強さの試験ね。強さ、しきちゃん強さがあるかい。とんでもない応援ね。4回目、変える点数。なんて、せっかちゃんの応援の方がしきちゃんに届いてるの？まあ、お題の通りにやってるだけだから。ぐう、私の応援の方が絶対にいいに決まってるのに。そんなこんな言ってる間にかしこさの試験が始まるわよ。うわぁ、すごく難しそうだね。マジですか。5回目の応援、女神様。一番すごいね。生まれたばかりなのにスラスラ溶けてるよ。あんたはなんでスラスラ溶けないのよ。かしこさの試験が終わって次は優しさの試験だよ。優しさなら大差でも十分合格点にいきそうよね。6回目、IC カード。やだなぁ、いきなり褒められたら、私、調子に乗っちゃうよ。じゃあ褒めないでおく。なんでよー、褒めてよー、せっかちゃーん。わかったから、とりあえず今はしきちゃんの応援しよ。まったく、いつも私の前だと甘えん坊なんだから。手加減なしじゃぞ。次で最後だよ、全力で応援するよ、せっかちゃん。うん、私の全力の応援、神だな。神だな。いいから大差も応援しなさい。しきちゃん、綺麗だよー。輝いてるよ。しきちゃん日本一。おじさんがやりそうな応援ね。センスのかけらもないわ。そこまで。あ、進学試験が終わったよ。成績はどうかしらね。どうか合格してますように。やったよ。合格ライン超えてるよ。なかなかやるではないか。全体的にそこそこ取れてるわね。そこそこ、60点もあったらすごく優秀だよ。あ、大川の学力が。なんでよ。それより、しきちゃん合格したから進学一段をもらえたね。これで女神様への第一歩を踏み出したってことね。おめでとう、しきちゃん。あっぱれじゃあ。おやい、そして何言ってるかわからないしきちゃん。ボーダーラインが低いなとは思ってたけど、やっぱり簡単にしてくれてたんだね。へっへー、あれで簡単だったんだ。アマテラス様からプレゼントがもらえるみたいよ。やったね。一体どんなものなんだろうね。確かにこれから会話は大事になってくるよね。うわー、すごくおしゃれだよ。あれをつけたら会話ができるようになるんだって。本当？しきちゃん、早くつけてみようよ。
すごく似合ってるよ。これで3人とも髪飾りつけてるね。本当だね。変わってないわね。ふう、太田さんの好物は桜餅です。わー、すごい、スラスラ喋れてるよ。寝ても覚めても桜餅。え、お、一家に一台桜餅。ちょっと、しきちゃん。お、一日三食桜餅。そんなに食べないよ、しきちゃん。年がら年中、桜餅。私そんなに食べないからねー。プツ、もう限界。しきちゃん面白すぎるわ。喋れてます？太田さんみたいに。うん、すごく喋れてるよ。内容はあれだったけど、確かに面白かったわ。そうだね、ここまでスラスラ喋れたら会話は問題なさそうね。うん、最初はどうなるの？って思ったけど、これなら大丈夫そうね。しきちゃんどうしたの？私、ずっと考えていたんです。へえ、何を考えてたの？太田さんとお話ししていると、うん、体の中がポカポカして暖かくなって、まるでお日様みたいな気持ちになるのはどうしてなんですか？しきちゃん、私もしきちゃんと話してるとお日様みたいな気持ちになるよ。ちょっと抜けてるところが落ち着くんじゃないかしら。恐ろしいほどさりげない悪口、私じゃないと見逃しちゃうねー。誰でも気づくわよ。というか別にさっきの悪口じゃなかったんだけどね。え、そうなの？とてもよく。それでは、せっかくなので。質問。はい、なんでしょう。大切な人への感謝の言葉、教えてください。太田のよく使う感謝の言葉を教えてあげたら。そうだね、って言っても普通にありがとう、だけどね。なるほど、ありがとう。発音も問題ないよ、しきちゃん。それでは、改めまして。はい、ありがとう、太田さん。私に名前をくれて。いえいえ、私こそありがとうだよ。それだったら私もありがとうね。太田さんは私にとってお日様みたいな人だったんですね。え、私がお日様みたい？プツ、それは笑える。なんで笑うのよ。私頑張ります。絶対お日様みたいな女神様になるので、末永くよろしくお願いしますね。末永く、任してよ。これからよろしくね、しきちゃん。そうね、確かに長かったわね。これからは地上での旅になるのね。私たちの馴染みのある地方か。どうする？私たちの故郷の近くにする？せっかくだし、ランダムで決まったところに降ろしてもらおうよ。まあ、その方が旅行気分も楽しめていいわね。それじゃあ、ランダムで決めるね。どこにしようかな、てんのあまてらすさまのいうとおり。どこになった？近畿地方よ。うわぁ、楽しみだね。いつでも大丈夫です。アマテラス様。私も準備できてますよ、テラテラス様。その名前だとアマテラス様の頭がテラテラ輝いてるみたいじゃない？すいません、噛みました。いや、わざとだ。噛みまみた。わざとじゃない？どうしました？イエーイ。て、大加と懐かしいネタやってたらなんか変な空気になってたわ。一体どうしたの？アマテラス様。ん？アマテラス様。アマテラス。え、そうなの？全然気づかなかった。そんなことも気づかなかったのを全く大川無礼な。
私も全然気づかなかった。あれはゼリカちゃんも気づいてなかった顔だな。お、あかね。何をするつもりかな。暴力はちょっと、オーカ、私に任せてくれたら痛みを感じずに気絶できるわよ。絶対能力使うつもりでしょ。ち、バレたか。せっかちゃんの鬼畜。それじゃあ、キキちゃんも気絶したことだし、私たちも地上に行きましょう。これからどんな出来事が待ってるかすごく楽しみだね。これからたくさんキキちゃんと思い出をいっぱい作っていこうね。うん、いっぱい楽しもうね。それじゃあ、地上に、レッツ、ゴー。今回はここまでです。楽しんでいただけたでしょうか。面白いと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録お願いします。他にも、パトや私たちのゲーム実況、ゆっくり茶番などの動画もやっていますので、ぜひ見ていってくださいね。それでは次回もお楽しみに。また見に来てね。さようなら。